はい、どうも、我々前夜祭ステージシアターのトリを務めさせていただきます。ワシパートンオーケストラです。どうもよろしくお願いします。はい、1日目トリということでね、精一杯盛り上げていこうと思います。大変失礼いたしました。トリはね、関西セレクションビッグバンドっていう、めちゃくちゃ声優のね、関西でめちゃくちゃ上手い人たちを集めたっていう、めちゃくちゃすごいビッグバンドの人たちが飾ってくださいますんで、それまでの間ね、しばし私たちの演奏をお聴きください。大変失礼いたしました。はい、ただいまお送りいたしましたのは、ロバートのナンバーで、Dreamer of Dreams という曲でした。今回カンペを用意してきたんですけど、もうみんなお分かりだとは思うんですけど、テナーサックスが1人足りないような気がしてると思うんですけどね、曲がだいぶ瀬戸里と違う順番になっておりまして、カンペが全部意味なくなってしまって、何を話せばいいか分からない状態なんですけども、早く来ていただけるとありがたいな。はい、今回ですね、このコシパートンオーケストラはコンセプトとしては、ロブ・パートンっていうトランペットのプレイヤーがいるんですけども、そのロブ・パートンのナンバーのみをお送りするという、形でお送りさせていただこうと思います。はい、メンバーがようやく揃ったようですのでね、早速次の曲に参らせていただきたいと思います。大丈夫ですか？用意は大丈夫ですかね。はい、今回、今遅刻してきました安原大輝くんを、フィーチャーいたしまして、次の曲ズートです。どうぞ。
曲だけで25分を超えるかもしれないっていう、結構ギリギリの瀬戸になってますので、あんまり喋ることなく次々と行きたいと思います。次の曲は、ボーカルの野村美紀さんを、フィーチャーいたしまして、My One and Only Love を聴かせていただきたいと思います。マイアン、エアンドオンリーラブ、そしてアポギーで2曲続けてお送りいただきたいと思います。はい、thank you.
Thank you.
カル野村美久を、フィーチャーいたしまして、My One and Only Love A Foggy Day 2曲続けてお送りいたしました。もう一度ボーカル野村美久に大きな拍手を。はい、素晴らしい歌声を聞かせていただきました。もっとこのボーカルを聞きたいところなんですが、残念ながらこれ次の曲で、最後となってしまいます。そうですね、うすうす気づいていた方もいるかと思いますが、あの MC が僕すごく苦手ですね。めちゃくちゃ噛むんですよね。かなりコミュ障だということが伝わってしまったかと思いますが、なんでこんなにめちゃくちゃ喋ってるかというと、このロブ・バートンの曲はめちゃくちゃしんどいんですね、リードペットが。で、話したくないけど、もうとにかく唇を休めるためには話さざるを得ないっていう、もうとにかく非常に辛い背取りとなっておりまして、頑張っていきたいと思うんですけども、そうは言っても時間が結構押してきてしまいそうなので、あと4分しかないということなので、次の曲は7分あるので、もうダメですね。喋りすぎましたということで、唇を震わせてちゃんと頑張っていきたいと思います。最後はロックバーストのテーマ、この曲、エヴァドロジーです。どうぞ。
でした。